はい、おばんでございます。日本武道学者の吉田です。今日はですね、以前から紹介するって言ってました、宮本武蔵の五輪の書、その以前地の巻を紹介しましたが、今日は水の巻を紹介したいと思います。水の巻は心構えと精神的な面というのと身体的な面と、まず私としてはね、戦場の心得とか言われてもね、現実的にどう戦えばいいとかね、そういった経験もないですし、一度もないですし、私自体喧嘩もしたこともないですから、そういった、まあ、喧嘩とね、本当の殺し合いというのはまた別物だと思いますし、そういったものもわからないんですけども、一応精神的な目っていうのは宮本武蔵が書いたそのままをなんとなく読んでいきたいと、かいつまんでね説明していきたいと思いますし、身体的な面っていう方では、こう構えなさい、体の部位はこういうふうにして考えなさいっていうものがありますので、そちらの方は私の運動基礎理論っていうか、そういったものと照らし合わせてこういうふうに考えた方がいいんじゃないかと、まあ、ちょっと宮本武蔵のね、理論と私の理論を照らし合わせるとちょっとおこがましいですけれども、まあ、何かしらの参考になるんではないかと思いますので、まあ、こちらの精神面はね、それぞれの解釈で、ビジネスに生かすとか実際の格闘技に生かすとか、いろいろそれぞれの立場で解釈してもらえればいいなとは思います。で、身体的な面も、まあ、参考になればと思いますけれども、まあ、あくまでも宮本武蔵の五輪の書とかね、そういった他のやつ抽象的な面が多いので、私はちょっとねそれを解剖学的って言ったらオーバーですけれども、それを説明していきたいと思います。まあ、水の巻っていうのはですね、まあ、基本的な戦闘の構えが身体面、体の面と精神面、この2つによって書かれています。まあ、次の火の巻、火の巻ですね、それはまたそれを応用したっていう方になるんですけど、今日はこの水の巻、水の巻についての説明になります。まあ、戦闘の構え、ね、精神面、身体面はどうすればいいのか、ちょっと順番逆になってますけど、精神面の方から先に説明していきます。まあ、基本的にいろんな流派でも剣道でもそうですけども、抜走の構えですとか下段の構え、上段中段とかいろいろあります。で、空手なんかでもそうですけれども、フルボンケはどっちかというとこういうふうに構えて、顔面側、蹴りに顔面側としてこうやってやります。伝統系ですとどっちかというと下に下がってこういう感じで、そして手パーパーンとこう出すような形、それぞれの特色はまたこの中国拳法ですとかね、ボクシングですとかキックボクシングですとか、グローブつけてる場合、つけてない場合、それぞれの特色があると思います。ただ宮本武蔵も中段を中心にしなさいとは言ってるんですけども、構えは水と同じくしろと言ってますね。水っていうのは水は方圓の器に従うってね、四角い入れ物に水を入れれば四角くなるし、丸いのに入れれば丸くなると、要するに構えはあってなきがもとしで囚われるなということですね。まずそれは構えとは水でしなさい、水のようにしなさいということが宮本武蔵の教えです。で、水の心っていうのは一定で変わることはないと。まあ、水の心と言われても私も正直なところはよく、ただ水って本当に、ね、科学的に解釈してもありえない物質らしいですよね。水は本当の純粋な水ですと腐らないっていうしね、他の物質と全く違うと、構成がまるっきり違って、本来ありえない液体が水だっていうことはよく科学者の本を読むと書いてます。まあ、そういうことを宮本武蔵が言ってるんではないと思いますけれども、とりあえず例えば水って、雨だれからね、それやったり石をこう穴開ける力もあるし、雨が降ったら山からずっと流れていって細い川になって、それから太い川になって大海になっていくと、海、大海原ができるといった意味も多く含んではいるんでしょうけれども、水の心は一定で変わることがないって。その心っていうのは、つまり応援の器に従うよと、どんなに形は変わっても自分の本質っていうものは変わらないっていう意味だとは思いますね。
そして心をね、あっちやったこっちやったっつって、どんな形になったとしても心はどういう形、形はね、どういう形になって、長広くなろうが水がなろうが、こういびつになろうが、常に重心っていうか、心のその置くところは真ん中に置きなさいということですね。まあ、それは水の特徴を一応捉えてるんではないかと思いますね。そして心を止めるなと、水と同じで心をこう流水の状態にしておきなさいと、流れる水、腐らないって、その状態にしておきなさいって、それが物事に動じないための心だって言ってますね。決してね、風林火山とかね、動かざること山のごとしって言ってドーンと構えてるのが、それじゃダメだよって、水って、それが水の状態じゃない、ちゃんと流水のして流れて微動ずっと動いた状態、周りからは止まってるように見えても水は流れている。まあ、海も一瞬なぎだとね、すごくピターっとして見える油なぎとかって言いますけども、表面的にはものすごい静かになってても、それでも流れは必ず下とか流れてもあるし、川も大きければ大きいほどゆっくりしてても流れはすごく下で流れ早かったりとかね、そういったことに、まあ、流れが止まらないってこと、それが物事に動じないための心ですよっていう説明ですね。決して動かないと言っても心が止まって落ち着いているわけではないよと、そして動きが静かな時は心は動きが静かな時も心はこう騒いではいないけどちゃんと動いているっていうことを、というこっちの手を作りなさいと。で、激しく動くからって言って心までこう波立たせてこう落ち着きない状態ではダメだよって、静かな状態でも心は動かして、激しい動きの中でももう心はこう静止させていないという形ですね。まあ一つ脱力に似てますね、この動きっていうのはね。脱力っていうのはどういうかという、私も臨済宗の坊さんにね、ちょっと座禅習ってた時期があるんですけれども、まあ、とにかく火の玉になれと教えられるんですね。妙心本山が2箇所あるんですね、妙心寺っていうところで、そこで習ってきた坊さんらしいんですけども、まあ、火の玉になれと教えられるらしいです。そしてこう座禅組んでて、こう脱力だっつって最初から気抜くんじゃなくて、臨済禅って結構曹洞宗よりもきついので有名らしいんですけども、火の玉中心に体中力入れるんです。そして力入れて入れて、それ入れられなくなるまでに力入れろと、それで火の玉になれと、それで腰悪くする人もいるらしいんですよね、聞くところによると。ですからもう体中力入れると、そしてそれある時ふーっとこう力が抜けて、それで力が抜けてるかといったら神経っていうのかな、もう脱力っていうのは力は一見抜けてるんだけど、その神経が全てに行き渡った状態、普通ただダラーンとしてるんだと力っていうか神経はそこに行ってない状態なんですよ。ただ力抜いてるってだけで、でも脱力となるとそこを座禅でも何でもそうですけど、ずっと力入れっぱなしだから、そこに神経がピリ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 指先の先までちゃんと行った状態で力が抜けてる状態になる。ただの力抜くは神経はどこも行かないで、ただ力抜いてる。脱力となると座禅で言うと、ずっとこう力入れて入れて、叩くんでも何でも練習しててもそこに力入れて入れて入れて、そしてそこに力がなくても神経がそこまで常にこうビリ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 って言ったら言葉悪いんでしょう、変でしょうけど、常にそこに神経が行き渡った状態、それが脱力っていうか、つまり一見こう何ともないっていうか、力入れてないように見えても常にこう神経が隅々まで行き届いているっていう状態だと思うんですね。それをちょっと心の状態と似てるかなとは思います。で、動きが静かな時は心は静止しないと、さっき言いましたね。で、激しく動く時も心は波立たず隙を見せないと。
して4番目、一見頼りなさそうに見えても本心は悟られないようにしなさいと。で5番目、日常生活でも戦場と同じ心構えでいなさいと。まあ正直なところ我々は無理だと思いますね。以前傭兵の方の書いた本何冊か読んだことあるんですけども、有名な傭兵の写真家じゃなくてね、実際に向こうに傭兵で雇われてて、なんかすごい値段を書いてる本で、思ったよりずっと安くて、ちょっと値段忘れたけど、なんでこんな安いのに行くのかみたいな印象を持ったんですけど、そこに行って戦場に行くと生きてる感じがする、何のために行くんですかってインタビューでは、こう生きてるっていう実感が欲しいからっていう、まあそれで行く人いるんだなっていう感覚ですけどね。ただ日常に戻っちゃうと、こっち側に戻ると3ヶ月ぐらいで日常に戻るらしいんですよ、精神面が。だからまたなんかその生ぬるいっていうか、このやつに満足できなくてまた行くっていうのを繰り返すらしいんですね、その方はね。だから戦場に行かないと、やっぱりこの刃物で本当に人をやるとか、鉄砲の弾飛んでくるとか、こう本当にピュン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 飛ばすとか、ミサイルとか、いろんなものをその中でこう生きているっていうのと、やっぱりこの平和な日本でね、今のところ表面的にはすごく平和ですから、まあ、コロナって言えどもね、現実的にはもう日常、失業者の方とかは大変でしょうけども、一般的の方はまだまだ戦争とは違いますんでね、それを戦場と同じ心構えでいなさいって言っても、それはちょっと無理じゃないかなと。先ほど言いましたように、傭兵の方でもね、日本に帰ってくると3ヶ月で普通に戻っちゃうんで、また行くんだと言ってますから、これは時代が違うしね、環境ちょっと違いすぎるんでね。合気道のね、森平先生の先生の武田宗閣って、私大統領やってましたけれども、武田宗閣って人のね、まあ時代も時代ですし、人も殺してますしね、寝るのでもこう場所を違って、一晩に何回も場所を移して寝てた。やっぱり下からこうなんか刃物で突き上げられるからっていうことでね、まあ、そういうふうにして、食べるものはまずお前食べてみろ、食べさせて、毒味させてからでないと食べないとか、やっぱりそういう環境下で生きてるとね、まあこんなこと言ったら失礼だけども、やっぱり試合とか出てる人ってすごく強いと思うしね、大会とか出てる人とかね、それで食べてる人方ってのものすごい練習もしてるし、素質もあるし、強いとは思うんだけども、そういういつ死ぬかわからない環境下で生きてるのとね、精神面的にはね、全然違うと思うんだよね。だからこのいつも日常生活の戦場の場と同じ心構えでいるっていうのはね、まず現実的にはそれは無理かなと思ってます。はい、それではですね、基本的な身のこなし、こちらは私の本当得意の分野っていうかね、その説明をしたいと思います。下映ってるかな。まず顔についてですけれども、顔うつむくことなく上を仰ぐでもないと、うつむくことでもダメだし上を見るでもないと、まあ、当たり前のことですね。顎が上がるっていうのは、顎を引けっていうのは、私いつも説明していますけれども、顎を引くっていう意味はこういう意味じゃなくて、これを耳を肩に乗せるためのこういう状態ですね。ですからうつむくわけでもなければ上を見るわけでもないですね。傾くことなく前を見据えて目を動かすことなく額にシワを寄せないと。傾くことなくというのはこういう傾きですね。傾かない、そしてこういうふうに引きなさいということです。これは道元禅師が言ってるね、座禅を組むときに言ってる、耳は肩に乗せて鼻はへそに乗せるっていうね、耳肩、こうなってると肩に耳は乗せないですね。これ全然ダメです。今 のストレートネックとかっていう携帯とかね、デジタルの機器動かしたりする人、みんなこうなってパソコンやったり、肩に耳は乗らないで猫背になってるとですね、これはダメですよと。これは戦うだけじゃなくて、日常生活の正しい姿勢のことを説明してますんでね、まあ、どんな方でも参考になるとは思います。
正しい姿勢じゃないと正しい健康も得られないんでね。それが道元禅師のこの耳は肩に乗せ、傾くと鼻はへそに乗らないですよね。こうへそに乗せる。この普通の正しい姿勢をしなさいって言ってるんですね。そして前を見据えて目は動かすことなくて泳がしてキョロ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 しないできちっと黙って見なさいと。で額にシワを寄せないと。額に変にこうやってシワを寄せるとね、ここに意識いっちゃって前の方にいっちゃうんですよ。この前面の方にこう意識がいてやるぞやるぞ見たくなっちゃってね、こう全体的な背中とかなんとかのこうできなくなるんでね、こう変に前に力入れないでたまってここにちょっと神経グーッといくんだけども、表情もこう静かでこう変にこう突っ張ったりねなんかしたりもしないで静かな状態を作りなさいと。で瞬きは抑えて、パチ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 瞬きしないで、なるべく瞬きしないようにして、眉間にはここにはねちょっとグーッと意識を集中して、第三の目っていうかね、この辺に意識を黙って集中する。そして目を細めて静かな表情を作りなさいと。この鼻筋はまっすぐにしてやや下顎を出すと、私この下顎をやや下顎を出すって意味がちょっとわからないんですよね。鼻筋はまっすぐっていうのは当然へそに乗せるっていうことです。でやや顎を出すっていうのはその意味がちょっとわかりません。して、ね、首は後ろの筋を伸ばして、後ろの筋ね、ここ伸ばすんですから当然ここはダメですね。伸ばすんですからここをつ、あの紐かなんか釣ったような感じだから、こうこれをこう伸ばす、つまり顎を引いた状態ということですね。伸ばしてうなじに張りを保ち、だからこのうなじに張りを保つことは常にこうこれを引き上げた状態、張りを保って、あとは肩から全身は一つのものにしなさいっていう、肩から全身は一つのものとして捉えてくださいと。そして肩の力を抜いて背筋を伸ばして尻を出さぬようにしてください。で膝から足先まで力を込めるけれども、腰を引くようなことはなし、腰を引いてね、腰を引いたりしないで腹に力を入れなさいってことです。それ今ちょっとね説明しますね。見えるかな。つまりですね、これうなじに張りを持たせないし、ここねうなじに張りを持たせるとこうですね、ここ張りを持たせなさい、上部にグッと引っ張られるようにしなさい。そしてここが一つになりなさいってことは、全身が一つになりなさいってことはどういうことかというと、股関節と何ですか、肩から下を一つにするためには、私の場合は膝から上を一つにするっていうことを教えてるんですけども、そのためにはまず股関節を締める、股関節をこうやってグーッと締めるね、この形です。ウンコカマのこういうグッとした締めですね、こういう感じ、ウンコカマの私がいつも言ってるウンコカマ、それによって股関節が締まります。股関節を締めることによって膝と腰の部分が連結されます。そして今度骨盤とその膝から骨盤を連結の股関節ですから、今言ったようにこうグッとうんこが回る。そしてそこで連結して、次は上半身ですね、腹部とこの連結した股関節を骨盤を連結するためには、ここをここね腰を膨らませるようにします。する膨らますっていうね、このそして尻を出さずに腹に力を入れる、つまりここの丹田の部位ですね、丹田の部位でこことこれをこっちが膨らます、ここを膨らますとなって、洋服同等の圧力を作りなさい。それによって膝から上と膝から上の上と骨盤の連結と、今度上体の連結、
大体肩甲骨の下の方からここまでのこの辺までの連結ができます。そして最後に肩の力を抜いてってことはね、肩パッと上げるってことは肩甲骨が上がるってことですから、肩に力を入れるとこの胸の上と胸の下が分かれる形になります。だから肩の力を抜くってことは肩甲骨が下に下がるってことですから、下がった肩甲骨とこの骨頭の部分がさらにくっつくということです。もっと分かりやすく言うとこの背骨の出っ張り、ここの部分で肩甲骨の膨らんだこの背骨の出っ張りをへこますということで、今度肩とこの下の部分が連結されます。だから連結する部分っていうのが、何度も言いますけども、膝から上と骨盤を連結するのは股関節、その手段として吻骨我慢、そしてその今連結した部分と肩甲骨の下を連結するためにはこっち側膨らますのとこっち膨らますのを堂々にこうやると、すると尻は出さないですね。で、尻は出さないで腰を反ったりしないで、そして腹に力を入れるということはそういうことです。それでここまでの連結ができて一つになった。そして最後に肩とのこの下の連結ですから、それは背骨のへこまし、ここをへこます。このへこましで肩から膝までの連結ができます。そして全部そこに集中させると、これは間違いないと思います。今この体を一つにするっていう動きですから、ここで一緒にこう動くっていうのはこう切るんでも何でもこう一つに動くというこうねじって動くんじゃなく、体を一つだからこういう感じになると、私の言う3点セットっていうやつになるんですね。そして何が構えるんでは実践の先頭では間に合わないからね、普段からこの姿勢を作りなさいと、戦闘状態に必要な姿勢だから普段からこの姿勢を保ってくださいと言うんですけれども、私はこれ生徒とかには普段からこの姿勢を意識してくださいとは言ってます。それは別に戦争するからじゃなくて、この姿勢が健康的だからです。こういう姿勢でずっと生活しているのと、このきちっとした姿勢で生活するのでは血流から全部変わるので、これは普段から戦闘戦いは関係なくして正しい姿勢を作るっていう筋肉を自然に作るのをね、普段からこれは意識してくださいと言っています。